チャレンジシート1年言葉を見つけよう学ぶ。皆さんはこれまでにたくさんの文字を声に出して読んだりまたは書いたりした人もいるかもしれません。ここでは言葉の中に隠れた文字を探して言葉のかくれんぼを一緒にしてみましょう。それではやってみます。スイカの中には何が隠れているでしょうか。スイカの中には、そうですね、イカがいました。スイカの中にはイカがいる。皆さんも一緒に読んでみましょう。次に、お牛の中には何が隠れているでしょうか。お牛の中には、はい、そうですね、お牛の牛が隠れていました。帽子の中には牛がいる。一緒に読んでみますよ。はい、それでは次です。アシカの中には何がいるでしょう。アシカの中には、はい、その通り、シカが隠れていましたね。アシカの中にはシカがいる。一緒に読みますよ。せーの、はい、それでは次です。今度は何かがある。アイスの中には何があるでしょうか。アイスの中には、そうです、椅子がありましたね。アイスの中には椅子がある。読みますよ。せーの、そうです、魚の中には何があるでしょうか。魚の中には、はい、魚がありますね。魚の中には魚がある。上手に読めましたね。もう一つ隠れていますね。魚の中には、かな隠れていますね。魚の中にはカナがある。よく読めました。それでは最後です。話の中には何があるでしょうか。話の中には、はい、梨がありましたね。話の中には梨がある。読みますよ。せーの、もう一つ隠れていますね。話の中には、花も隠れていましたね。話の中には花がある。読みますよ。せーの、
上手に読めましたね。文字の組み合わせに気をつけて、言葉の中にある隠れているものを見つけることはできましたか？書くときは形や正しい書き順に気をつけて書きましょう。また見つけた言葉は何々がいるや何々があるのように調子よく声に出して読んでみるといいですよ。言葉を覚えることができます。それでは続きの問題にも挑戦してみましょう。